俳優の中川大志が5日、自身のブログを更新。女優の杉咲花が主演を務める TBS 系火曜ドラマ、花の千晴霊花壇ネクストシーズンから、毎週火曜22時チルダ、で演じている長谷天満役について綴った。中川大志中川は、第8話の放送前に、8話、ラストスパート始まる。と題してブログを更新。撮影をしてると、通りすがりのいろんな方が、天馬くんと声をかけてくれる。自分の名前ではなく、役名で呼んでもらえる。役者やっててこんなに幸せなことはないなぁ。と日々感じてます、と役名で呼ばれる喜びを明かした。そして、さてさて。皆さん、今週も火曜日がやってきました。花晴れ第8話の夜です。心の準備できてますか？と呼びかけ、8話は自分は出てないけど楽しみなシーンもいくつかあるんだ、と告白。まだまだ終わりたくないけど、ここから、最終回に向けて本当に感情が追いつかないくらい怒涛のラストスパート始まります。そんな中でみんな、自分らしく、を求めながら、一生懸命もがいています、と最終回に向けての思いをつ。振り、ここから最終回まで、一秒たりとも目を離してほしくない。そんな展開です、とアピール。皆さん、今夜第8話、楽しんでください、と呼びかけた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。